こんにちは、こんにちは、世界の国から、世界のまさがみでございます。ということで、まさがみ療法のチャンネル名&反応ネームのコーナー&YouTuber のすすめということで、やらせていただいておりますけど、今回は、チャンネル水羊羹さんでございます。イエーイドンということでね、はい、チャンネル水羊羹さんね、カッコローマで水羊羹って書いてるますけども、こういう時はどうするかね。まずね、チャンネルはカタカナに変えます。で、水羊羹でカッコ、カッコは1ですね、でこれは、1なんで、でこう水羊羹ね、これはひらがなです。かんで、こんな感じですね。で、チーは、何してもや、ここにカンニングペーパーがあるからです。チーは3、やーは2、うんは2、ねーは、何ぬね、もう目悪なってきたわ、あとはだいぶ頭悪なってきてるけど、こんな感じで、みーは、で、みーはね、三角じゃなくて、これ三角、じゃあ、二角じゃなくて三角ね。みー、で、す、すーは、三角で、点々がつくで、五角ですね。で、ようは、二角じゃなくて三角ですね。はい。で、伸ばして一角、かーは、そのまま三角ですね。で、うんは一角じゃなくて二角でございます。で、一が一角で、水羊羹のみーが長いなーカタカナのス、スーで、ズーで四角。よ、よで、長いなぁ、ほんま。もう最近疲れる長いの。カーは二角。うんは、二角で、これ一角。うわ、これ計算すんの？計算できるかな？これ、ね、13ですね。で、ここまでで、なんぼ？ここまでで、18ですね。で、ここまでいくらなのかな？16ですね。間違いないですね。間違ってたらごめんなさい。で、これ、これを足すわけですよ。もうだんだんアホになってんのがわかるよね。だん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 。47角で置いてんのかな？12、30、47画ね。はい、ということでございます。はい、ということで合計47画ですね。はい。総画47画でございます。はい。総画47画でございます。水羊羹さんね。で、総画47画っていうのはですね。はい。これ、開花運って言いましてですね。もうわかりやすく、花が咲くと書いて、開花運と言いますけどもですね。大吉数。大吉数。おめでとう！おめでとう！長かった。長い戦いだったわ。チャンネル水羊羹、かっこ水羊羹さんはですね、総画47画で、開花運大吉数でございます。おめでとうございます。この画数はですね、ま、地位や名誉に恵まれて、そして、自分の家族にも恵まれて、ね、天の恵みもあるというね、とても素晴らしい画数でございます。言うことない。これはですね、あとは自分の、ね、正しいと思った道を進んでいって成功していく。ね、南北の画数が良くても、人の誤った道とかありますよね。うん。そういう道を歩むとやっぱり、うまく行く人でもうまくいかなくなる。だから、正しい道を歩んでください。それで、ね、私も過去のね、その占いした方でもね、せっかくいい運気なのに、もうなんていうのかね、めちゃくちゃした人がいてて、不幸になっちゃいましたけども、だから、運気がいい時は頑張っていいことをしないといけないのに、なんかね、じゃあ何やっても大丈夫なんだってなっちゃダメ。これがポイントね。うん。ということで、まあね、今回ですね、水羊羹さんは47画開花運大吉数でございました。お見事。画数のいい人は、やりようがなくてネタに困ります。
ャンネル名もね、このままでいけてるんでね、いいですけども。で、まあ、この水羊羹っていうね、水羊羹さんなんですけども、この部分ですね、ここの部分が18角ですね。水羊羹さんはどうかというとですね、これもですね、豪気運って言いまして、非常に意志が強く、ぐいぐい行くタイプの、お名前になっておりまして、これも大吉数でございますね。はい、大吉数でございますね。はい、ということで、自分の強い信念で、ぐいぐい行って成功する。ただし、正しいことをしていかなきゃいけません。これがポイントです。ということで、両方大吉数だったらもう、ネタに困る。あー、大吉数だ、どうしようからの、リバースをかけていく、まさかみなのに。いいお名前です。このまま、チャンネル頑張って続けていただければいいと思うんで、頑張ってください以上まさかみりほのチャンネル名&ハンドネームぐらいのこの、いや、これもね、いいとね、いいとしか言いようがないからさ、言いようがないのさ。いやーねえ、まあ、先週のまゆさんといいね、今週のあの、水羊羹さんといいね、まあ、チャンネル名も画数47個で開花運大吉数。そしてね、水羊羹というハンドルネームも18画大、5級運大吉数ということでございましたんで、お見事でございますということでね、はい、毎週、火曜日は、こうやって YouTuber さんを紹介したり、まあ、視聴者さんも、書いたりもするんですけども、リクエストがあったり、私の気まぐれで、勝手にやったりしてる時もあります。ということで、もしもあの、見てほしいなっていうことは遠慮なくね、コメント欄に書いてください。で、たくさんいろんな人がね、やってほしいって書くんで、見落としたりも私よくするんで、まあ、そういう時はですね、ごめんなさい。あの、何回か書いていただくと、忘れてたって感じでやると思うんでね。よろしくお願いします。ということで、まさかみりほのチャンネル名&ハンドネーム占いのコーナーでございました。そして皆さん、また来週、バイナラ。